はい、ということで皆さんこんにちは、パクセレンでございます。本日やってきておりますのは JR 東海、東海道新幹線の名古屋駅。ちょうど今新幹線が1本出発をしていくところですけれども、今日はですね、これから大阪に行きたいと思います。皆さんこの名古屋大阪間移動するってなったらどうやって移動しますでしょうか。まあ、多くの人はね、今ちょうど出発していったあの東海道新幹線に乗っていくんじゃないかなと思います。のぞみ号であれば、まあ、1時間足らずでこの名古屋大阪間を移動することができるということで、おそらく名古屋大阪間移動する人は、まあ、大概新幹線に乗っていくんじゃないかなというふうに思います。また新幹線に対抗する鉄道網としてはやはり有名なのでは近鉄特急。特急火の鳥に乗ればこの名古屋から大阪南の繁華街難波までおよそ2時間少々で連れて行ってくれます。まあ、他にもね、青春18切符シーズンであれば東海道線の新快速電車に乗っていくだとか、それから関西本線を経由して三重県や奈良県を通って大阪に向かうとか、まあいろいろあるんじゃないかなと思いますが、今回は鉄道ではなくバスでこの名古屋大阪間移動していきたいと思います。この名古屋大阪間もそうなんですが、やはりこの東海道メガロポリスと呼ばれる東京名古屋大阪間、鉄道だけではなくバスでの移動の需要というのも大変に大きく、日夜多くの高速バスが新東名高速道路や新名神高速道路などを走行しています。そんな名古屋大阪間、今回はバスで移動していくんですけれども、実はですね、この名古屋大阪間のバスというのは時期それから予約の方法によってものすごく安く取ることができるということで、多分ね、新幹線の多分3分の1とかの値段で名古屋大阪移動できるはずなんですよね、僕の計算が正しければ。また新幹線よりは、まあ、時間はかかるものの、ただその分安く移動することができる近鉄特急と比べても、それでも多分近鉄の半額以下とかで移動できると思いますので、まあ、かなり有用な方法なんじゃないかなと思います。この名古屋大阪間の高速バス、超特急名神ハイウェイバスとかなんとかそういう風に呼ばれているんですが、今回はそんな名古屋大阪間の高速バスのご紹介よろしくお願いします。ここにもいろいろ案内が出ているわけですが、まあ、東京方面、東京駅日本橋口行き新東名スーパーライナーとかね、まあ、他にもこちらスーパーライナーって、こっちはね新東名ではなく東名高速を経由していくバス、それから岐阜県高山方面、山梨県甲府方面、それからですね、こっちは北陸ですね、福井、金沢、それから神戸、三宮、京都、そして今回乗車していくのがこれですね、大阪方面、大阪駅、JR 高速バスターミナル駅、名神ハイウェイバス、大阪線15便、運行会社は西日本 JR バスとなっています。で、その今回乗車していく大阪行きの名神ハイウェイバス超特急がこちらでございます。JR 各社はね、基本的にみんな国鉄バスから継承する形でそれぞれ子会社としてバス会社を持っており、この西日本 JR バスは JR 西日本のグループ会社ということになっています。他にもう一つ中国 JR バスというのもあるんですが、この大阪エリア、まあ、それから大阪から東京方面運行している JR バスは基本的にこの西日本 JR バスの持ち分です。白に青とそれからツバメのマーク、さらにこの西日本 JR バスはね、こういう風にピンク色のラインが入っていることでも知られています。向こうには JR 東海バスがいるんですけど、 JR 東海バスはねこんな感じで青と白とそれからツバメのマーク、東海道新幹線を彷彿とさせるようなそういうカラーリングになっているんですけれども、まあ、西日本 JR バスはねこういう風に他の JR バスとは若干違う、まあ、こういうカラーで運行されています。ここにね今回使う乗車券も用意してあるんですけども、この2月の20日本日ですね、13時30分に名古屋駅新幹線口を出発する大阪駅 JR 高速バスターミナル駅、名神大阪線超特急15便の運賃なんですが、まあ、今回はね、まあ、少し早く予約すると使うことができる特割というもので1570円にて大阪駅まで行きます。1570円ですよ、1700円いかないわけですからね。僕この間サイゼリアに行って1700円ぐらい使ってめちゃくちゃ豪遊したことがあったんですけど、1570円あれば多分サイゼリアでそれなりにいいものを食べられると思うんですが、それぐらいの値段で大阪まで行けちゃうわけですからね。さあ時刻は13時30分になりまして、名神ハイウェイバス大阪線大阪駅行きは名古屋駅の高速バスターミナルを出発していきます。ちょうどなんか救急車が来てましたけど、なんかあったんですかね。向こうにはまた JR 東海バスの車両が来ていましたが、あれは確か三宮の方に行くやつだったかな。
この名神ハイウェイバスでもね、京都に行くやつと大阪に行くやつと神戸に行くやつで、それぞれなんか運行会社が違って、なかなかね、めんどくさいんですけれども、いや、この大阪線に関しては西日本 JR バスの持ち分となっています。再開発が進む名古屋駅大港通り口をゆっくりと出発。このあたり本当にごちゃごちゃしていてね、個人的には、なんか名古屋駅の裏口っていうイメージの強いこの大港通り口ですが、目の前にはこんな感じで大きい、これはビッグカメラでいいのかな？そうですね。まあ、こういう風に立っていて、まあ、かなり街も賑わっているように見えます。まあ、大都会名古屋ですからね、駅前がこれで寂れていたら何なんだっていう感じなんで、逆に、こうやって賑わっていないとむしろ困るわけですが、この大都会名古屋の街を速やかに走っていきます。東京や大阪、福岡などの大都会には大体の場合、都市高速が張り巡らされているので、場所を選ばなければ、もう本当に名古屋駅のすぐのところから高速道路に乗ることもできるんですが、ただこのバスは大阪方面に向かうので、名古屋駅を出てすぐに高速に乗るというわけではなく、そこから少し走って、そして名古屋高速に乗ることになります。大阪の場合は阪神高速、そして東京の場合は首都高速、さらに福岡の場合はね、福岡都市高速とかなんとか呼ばれていますが、この名古屋の場合は名古屋高速というのが、この都市高速道路の名前としてよく親しまれています。ここがカラス森のランプって言っていいのかな、カラス森の出入り口、ここからいよいよ高速道路に乗って大阪方面を目指すことになります。ここから乗り込みますのは1986年に開業した名古屋都市高速5号万馬線。総延長は 6.8 キロと決して長い道路ではありませんが、しかし名古屋の都心部と三重、それから大阪方面を結ぶ非常に重要な道路のうちの一つです。どうしても名古屋から大阪まで車で行くとなると、我々鉄道マニアは名神高速を使って ね関ヶ原を越えて行きたがるんですが、ただ実際には名神高速を使って名古屋大阪間を行き来する高速バスというのはほとんどなくて、まあ、大体はこのように名古屋からまっすぐ西へ向かって進み、近鉄名古屋線や関西本線沿いに進んでいくのがまあセオリーなのかなというふうに思います。右後ろを見ると、先ほどまで見えていたあの名古屋駅周辺の大きいビル群が見えます。名古屋セントラルタワーズ、それから大名古屋ビルディングにミッドランドスクエア、ああいった建物を後ろに見ながら、バスは名古屋西料金所までやってきました。名古屋西本線料金所だったかな。ここまでで名古屋都市高速は終わり、ここから先はこのまま東名阪道に乗り換えます。まあ乗り換えとは言ってますが、まあ鉄道でいうところの直通運転みたいな感じでね、東急田園都市線乗ってたらいつの間にか半蔵門線入ってたわみたいな、そんな感じです。なので、まあここで一応東名阪道と名古屋高速が切り替わるわけなんですが、ただ、そんな、いや、こっから東名阪道ですよみたいな、そんな看板は特になかったですね。この先はまた引き続き2車線で道路が展開されていくわけですが、ちょうど今すれ違った高速バスとはおそらく桑名から来たやつなんじゃないかな。三重県の桑名市には大山田団地という大きい団地があって、結構ね、町の中心部から離れているので、名古屋へ出るには高速バスが非常に重要な公共交通となっています。朝の時間帯には大山田団地から名古屋駅や栄に出る高速バスが本当にとんでもない本数運転されていますね。僕も前に時刻表だけ見たことがあるんですが、相当多かったです。さて、バスはここで木曽川かな、を渡っていきます。この辺りには木曽川、揖斐川、長良川と大きな有名な川が3つ連続して流れており、これらをまとめて木曽三川と呼んでいます。このうち最初に渡っていくのが木曽川。高速道路だとあんまりこういうのってないんですけどね、トラス橋で渡っていきます。この高速道路ではあんまりトラス橋はね、他のところでは見かけません。東北道で確かちょろっとあったと思いますけど、でもほとんどないんですよね。確かね、こうなんか高速道路でトラス橋を採用すると、目に入ってくるこの視覚的な情報が混乱してしまって、脳がちょっとね、情報処理でミスをして、で車が事故りやすい、そういうね話を聞いたことがあるんですけど、実際どうかは知りませんけどね。でもなんかそういう話を聞いたことがあるので、多分それで高速道路であんまりこういうね、三角形の鉄骨を組んだトラス橋が見られないのかなと思いますが、それにしてはこういう風に当たり前にずっとこうトラス橋がね、こう川を渡っている間続くわけですから、この辺りに関してはなんでこういう風になっているのかよくわかりません。東名阪道を走り続ければ、そのまま名阪国道、さらに最終的には西名阪道に行き着き、天王寺方面に行くこともできますが、このバスは天王寺ではなく大阪駅に向かうので、途中の四日市ジャンクションから今度は新名神に入りました。今通っているこの長いトンネルが三重県と滋賀県の県境を貫くトンネルになります。ちょうどこの辺りがいわゆる鈴鹿山脈、まあ御在所とかその辺ですかね。ここにちょっと大きいマークがありましたが、これで三重県から滋賀県に入りました。伊賀忍者の里から甲賀忍者の里へ。確かにこの東名阪道、名阪国道、西名阪
半道の3コンボも非常に重要な名阪間の車移動のルートとしては重要視されていますが、ただ大阪市の南部からだったらね、確かにこの名阪国道とか東名阪道とか使うのもいいんですけど、ただ今回は別に大阪市の南部に用があるわけではないので、今回はこのまま新名神で滋賀県草津へと向かいます。で、草津から先はもう名神高速しか道がないので名神に入り、そのまま大阪方面に至ります。この辺りだいぶこういう風に山の斜面、乗り面の補強工事が行われているみたいですね。バスは順調にこの新名神を走っていくわけですが、まもなく江南パーキングエリアで途中休憩のため停車します。この江南パーキングはよく新名神を経由して運転するバスが途中休憩の場所として選んでいるところ。江南パーキングとそれから土山サービスエリア、この2つが新名神高速道路の中で高速バスがよく休憩に使っているエリアとしては有名なところなんじゃないでしょうか。僕は前に両方とも使ったことがあるんですが、個人的にはね、やっぱり土山の方がサービスエリアということで規模が大きいので、まあそっちの方がいろいろ揃ってるなという印象があります。まあ江南パーキングエリアもね、いろいろお土産とかそれから自動販売機も各種ありますから、まあ別に足らないものはあるわけではないんですが、ただやっぱり土山の方がいろいろ物のバリエーションは豊富ですし、まあそれから規模も大きいので、まあ満車になる心配とかもそこまでないのかなというふうに思います。ということで江南パーキングエリアに到着。この辺りは昔旧東海道が通っていた辺りの地域となっています。いわゆる東海道線とか東海道新幹線が通っているあの関ヶ原越えのルートっていうのは、実はあれ旧中山道ルートになっていて、本来の東海道っていうのはこっち側なんですよね。この滋賀県の山奥とか、それから三重県の方を経由していくのが本来の東海道のルート、まあ、ですから東京から大阪方面まで忠実に高速道路で東海道の旅をしたいという場合には、実は名神ではなく新名神を通った方が正解ということになります。こんな感じで自動販売機にも忍者が描かれていて、甲賀忍者の里ですよということを国内外にアピールしようとしています。忍者の里江南、わざわざ英語ローマ字表記にしているということは、つまり外国人に受けるようにということでこういう風にやってるんでしょうね。もしそれ考えてなかったら普通に漢字で書くでしょうから。さて、そんな江南パーキングエリアでの15分ほどの休憩も終わりまして出発。お隣には京都大阪行きのウィラーエクスプレスのバスも停車中。でさらにその奥には、これは JR 東海バスですね、神戸三宮行きのバスが停車していました。まあ、こんな感じで名古屋からさらに西方面、京都大阪神戸方面に向かうバスは大半がこのように新名神経由となっていて、名神経由で走っていくのはそれこそあの岐阜に用があるバスとかですかね。名古屋から岐阜でお客さんを拾って京都大阪神戸方面に行くバスっていうのもたまにあるので、そういったバスの場合はあの新名神に入ってしまうと岐阜行けませんから名神高速を経由するんですけれども、でもそれ以外のバスはみんなこういう風に新名神経由ですね。まあ、名神はカーブが多いし、それから、まあ、作られた時代が古いということで、まあ、そこまでね、実は乗り心地が良くないんですよ。アスファルトもねちょっとボコボコになっているところが多いので、まあ、もちろんちゃんと整備されているとは思いますが、ただやはり直線的に作られていて、また舗装も綺麗にされている新名神の方が、まあ、高速バスの乗客としてはやっぱりありがたいなと思います。走り屋としてはなんか名神の方がね走りがいがあって楽しいとか言うんで、まあ、走り屋にとっては名神よりも新名神の方が人気がないそうですけどね。さてバスはいよいよ琵琶湖畔草津ジャンクションにやってきました。ここで道が二手分かれます。この奥の道路が名神高速の岐阜、それから北陸道に接続し福井金沢方面、一方こちらが京都大阪神戸方面ということで、名神高速を名古屋方面に上る場合は、青いラインを、そして、京都大阪神戸方面に下る場合は黄色いラインを追いかけてくださいねということで、さっき案内があったんですけれども、その案内に従ってここから先は名神高速を京都方面に下ります。この名神高速は1963年東海道新幹線の開業の1年前に完成した日本で一番古い高速道路です。実は東名よりも名神の方が古いんですよね。東名高速が完成したのは1969年だったと思いますので、実は日本最古の高速道路というのがこの名神高速になっています。ただ名古屋と神戸を結ぶから名神高速とは言うものの、実際には名古屋市も通っていなければ神戸市も通っていません。起点は名古屋市のすぐ近く小牧市で、東名高速からそのまま直通運転をする形で繋がっており、また神戸側に関しても神戸市内まで至ることはなく、その少し手前西宮市内で完全に力尽きてしまいます。もうこれだったらね、小牧の牧とそれから西宮の宮を取って宮牧高速道路とか名乗らせとけばいいんじゃないかと思いますが、ただもう西宮とか小牧よりは圧倒的に神戸や名古屋の方がネームバリュー的に強いので、まあその近くにある大都会の名前を取って、別に名古屋市を通っているわけでもなければ神戸市内に入っているわけでもないのに名神高速道路ということで、名古屋と神戸を結んでいる非常に重要な高速道路ですよずらをしているわけです。もう全然名古屋も神戸もかすってすらいないんですけどね。さてバスはもう滋賀県大津市内に入っています。スルーしてしまうとはいえ、東海道沿いの主要都市京都はもうすぐ正面に見える大阪山を越えていきます。
東海道新幹線は長いトンネルで一気に山を貫いて府県境を越え山下盆地に入りますが、一方の名神高速はというと、その手前であっちに行ったりこっちに行ったり、ここでは地下鉄から登山電車を経て路面電車になるという3つのわらじを履く電車、京阪京神線と並走します。運が良ければその京阪京神線の電車も見られるでしょう。山越えをしたその足で京都市営地下鉄東西線に突っ込み、烏丸や祇園などへ、山越えをしてからそのまま直通できる全国的に見ても珍しい路線です。前方のパトカーみたいな車が冬用タイヤで安全運転をと警告中。この辺は一度雪が降るとなると容赦なくがっつり降るので、ノーマルタイヤで突っ込んだ命知らずが次々スリップして JAF のお世話になるのが毎度お決まり。事故なんか起きないに越したことはないので、このように啓発する文言を流せる車を走らせているんでしょうね。さてバスはいよいよ京都東インターに差し掛かりますが、ここでついに京都へ。京都府と京都市それぞれ別に用意されたカントリーサインが遠くへ来たことを実感させます。京都府のは橋の脇に佇む舞妓さん、京都市のは夏の風物詩祇園祭りでしたね。ただ京都市に入ったとはいえ、ここはまだ山下で、いわゆる京都市街ではありません。楽住だ楽街だと言われる京都市中心部は、ここ山下盆地からさらに東山を越えた先、清水寺や銀閣で知られる自称寺があるあの山並みを抜けた先にかの一大観光地京都がありますと言いたいところですが、実は名神高速は京都市のど真ん中は通りません。いわゆる楽団と呼ばれる日本酒の名所伏見のあたりを発達しきった京都市街のご機嫌を伺うようにおとなしくかけていきます。このあたりがちょうどその伏見ら辺ですね。運がいいとね、この辺からその京都の市街地をバッチリ眺めることもできるんですが、どうかな、見えるかな。あ、見えましたね。ちょうどここでね、桂川を渡っていくんですが、画面の真ん中に見えているあのろうそくのような建物が京都タワー、京都タワーがあるということはちょうどあの辺りに京都駅があるということです。その後はいくつか京都府内に残るジャンクションで他の方面に向かう高速道路と分岐合流を繰り返してきましたけれども、いよいよこの先のところで京都府から大阪府へと入ります。この正面に見えているのが天王山トンネル、あの有名な明智光秀と羽柴秀吉の戦い、山崎の戦いがちょうどこの辺りで繰り広げられました。でその天王山トンネルを使ってバスはいよいよ京都府から大阪府へ。で新快速電車に乗っているとね、もうあっという間に京都府と大阪府の間パッと行き来してしまいますので、そこまで、あ、いよいよ京都だな大阪だなという感じはしませんが、このように高速道路の場合は長い約1400メートルのトンネルを抜けて、それで大阪に入るということになりますので、どっちかっていうと車で行った方が、よし、いよいよ大阪に来たぞ、よし、京都に来たぞ、そういう実感は得やすいんじゃないかなと思います。先ほどの京都と同じように、ここにもカントリーサインの看板が立っていますが、大阪府のは、あれは大阪城でしたね。ちょっと島本町の方は何書いてあるのかよくわかりませんでしたが、ここが大阪府島本町になります。でそして、さらにその先ですね、まだまだ名神高速を下ってきましたが、ここで上に通っていったのが、あれが、大阪モノレール、そしてその向こう側にあったのが有名な太陽の塔ですね。ここで吹田インターに到着。でこの吹田でいよいよ高速道路を降り、ここから先はもうずっとね、大阪駅に至るまで一般道を走行していきます。ずっとあの烏森のランプから高速道路をずっと通ってきましたけれども、それともここでお別れ、つまりここから先はあの煩わしい信号に惑わされながら大阪駅を目指さなければならないということで、もう一気にバスの速度も落ちてくるはずです。名古屋からでも東京からでもそうなんですが、この吹田で高速道路を降りて、そして進行方向右側を見ると、はい、ありました。1970年大阪万博の時に作られた岡本太郎の太陽の塔が見えます。やっぱいいですよね。これ大阪に来るとね、僕いつもバスでこの辺り通るたんびにこれを見ているんですが、やっぱりかっこいいなと思います。この今の顔、未来の顔、そして過去の顔、この3種類が揃っているこの太陽の塔、やっぱりね、50年前の芸術とは思えない素晴らしさがあるなと思いますよ。これ本当にすごいですよね。そしてそんな万博の会場の目の前を通っているのが大阪モノレール。現在でもこの辺りの地域の重要な交通として整備され、多くのお客さんに利用されている大阪を代表する乗り物です。そしてさらにその先、バスはいよいよ新御堂に入ってきました。新御堂筋ですね。この真ん中のところ大きく土地が空けられていますが、ここを通っているのが今度3月の23日に晴れて千里中央から箕面茅野まで延伸することになった北大阪急行です。初乗り運賃が日本一安いことでも知られており、大阪メトロ御堂筋線と一体的な直通運転を行っています。このままさらに南下していけばね、新大阪、梅田、心斎橋、難波、天王寺方面まで一直線に向かうことができるということで、もう大阪における山手線ポジションはやはりこの御堂筋線なんじゃないかなというふうに思います。さあバスは
ずっと新御堂を南下し、真ん中を中央分離帯のように通っていた北大阪急行はいつの間にか大阪メトロ御堂筋線に変わりました。ここで淀川を渡っていきます。向こうを通っているのは JR 西日本の名物新快速電車。やはり12両編成連ねているということで、遠目でもパッとそれではあるということがわかります。ここで淀川を渡ってついに大阪の中心部へ入ってくるわけですが、こういう風に意外と実は新御堂筋、御堂筋線とあと JR 京都線というのは近いところを渡ってるんですよね。そこから御堂筋を降りまして、ついにやってまいりました。ここが JR 大阪駅。この大阪駅の大屋根が特徴。これを見ると、あ、大阪に来たなというふうに感じます。まあ、もちろんさっきのね、天王山トンネルを抜けた先のあの大阪城のカントリーサインとかも、もちろんあれも、あ、大阪に来たなと実感させてくれる重要な要素の一つではあるんですが、やはりこの梅田近辺の大きなビル群、それから大阪駅の大屋根、ああいったものを見ると、あ、ついに大阪までやってきたんだなというふうにしみじみ感じます。JR の高架橋を抜けて北側にやってきました。ここにありますのが有名な淀橋梅田、淀橋カメラマルチメディア梅田ですね。この辺りは大阪人でも何がどうなっているのかよくわからない、もう梅田ダンジョンとかなんとかそういう風に呼ばれている、非常に不可解な、そして難解な歩行者通路になっているわけですが、この上の橋ができたことで、だいぶこの辺りの行き来も楽になったんじゃないかなと思います。少なくともこの橋ができる前よりかは、だいぶこの辺りも歩きやすくなっていると思いますよ。そしていよいよ、まあ、ここでね、道路自体はこういう風に右側へ逸れていくんですが、一方バスはと言いますと、このまま大阪駅の駅ビルルクアの中に突っ込んでいきます。この真下にバスターミナルがあります。さあ、ということで名古屋駅を出発してからおよそ2時間と45分終点の大阪駅 JR 高速バスターミナルに到着です。いやー、意外と早かったですね。2時間とだいたい45分ほどということで、まあ、近鉄特急プラス、約45分ほどということになります。大阪駅までで考えると、まあ近鉄はね、この大阪駅にやってくるわけではないので、地下鉄に乗り換えることを考えれば、まあ、もうちょっと近鉄利用との時間差は埋まってくるのかなと思いますけれども、まあ、名古屋大阪間でね、あんまり事故渋滞とかで巻き込まれることがないので、まあ、そんなにね、あの東名間のバスとかと比べると遅延することは多くありません。まあ、ですから値段は安いし、それからまあ遅れもね、そんなに発生しにくいということで、まあ本日はただの平日だから、まあ、こういうことになったわけですけれども、まあ、かなり使い方によっては有用なのかなというふうに思いました。ということで今回は新幹線よりも大幅に安く利用することができる名神ハイウェイバス超特急大阪線についてのご紹介でした。皆さんもぜひ機会があれば乗車してみてください。それでは今回の動画はここまで。ご視聴くださいましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。